こういうの使おう。メメントやって思わそう。ここさぁ、窓枠の外の草むらなくなってんの嫌よね。なんで今ちょっとおねえみたいになったんやろ。嫌よね。見えてる。見えてるけども、あれはもう知らないか。白トーテムも、しっかり。もういい。ああ、なんかおった。無理か。落としてんな。こっち行こう。破滅残ってるうちはしっかり邪魔せろな。もう一人おったか今。もう一人おるじゃないか。うわマジか。うわ抜けんの早いって。まあでもあのフェリックスもしかしたら黒い見えへん。もしかしたらおぶせかもしれんしな。どこ行った？落ちた。倒しに行ったところで、殴りに行ったところでふーんって言ったら結局殴るのためらってたし、まあいいか。バベチリ発電機触ってんな。あら普通に。うん、動いてる発電機多いな。マジか。そこ窓枠使わない。よし小屋やぞ。いいね。よし。すぐそこやった。さあ、あれが不死か、破滅か。ちょっとね、中央の発電機が結構もう音鳴ってたから。不死か。あー、板残ってる。殴れる。そこの罠も。ライトや。いや、ち、危ねえ、今指滑った。オッケー。破滅残ってる。だから、破滅の場所も確定したな。で、最後のお楽しみがロック。悪くないと思う。で、発電機触ってないね。トーテム探してんのか。そこの罠が解除されてない限り大丈夫。バレたか。いいよ。最後のお楽しみ溜まってるよ。こっち。で、でっかない。救助狩りもせんでいいや。ガンガン釣ろ。ほい。
おったな。あ、でもこれオブセッションか。なるほど。オブセ。でも残り3台ほぼ息してないから、デッドハード使うだな。これは抱えます。デッドハードを使うたということは、決死の一撃ないんじゃないか。よし、いいぞ。これ誰？ん？ん？どこ行った？見えん！息遣い聞こえる。全く見えへん。汚ねえこいつ。汚ねえ。全く見えへん。もう見えへんけど武器振ったよ今。悪いやつやな。マジで全く見えてなかった今。よし、もうもらったようなもんですね。罠置いていこう。破滅もずっと生きてるし、いやもう許さんぞ。これは抱えます。で、真ん中の発電機をオブーセの人が多分触ってるから、あ、二人で触ってるわ。で、あれがついたらトーテムが、トーテムじゃん、ハッチが出てくる。よし。いやー、罠はトーテムを守るためだけのものなんやな。最後のお楽しみさえあれば。やっていけるんや。ふう。今手離した。足跡残ってない。こっそり隠れた。あれどこ行ったんやろ。すごい目立つ緑の服着てたのにな。どこやろ。見つけられへんな。起こされへんのやったら、おお、こしたこした。起こされへんのやったら、ハッチ勝負やったけど。ハッチ出たとこ勝負やったけど。
足跡あるけど、どこや。あ、わからん。もういいか。あーでも怪我直してしまったか。まあでもいいか、別に最後のお楽しみがなくなったところで残り一人やったら。大丈夫や。もう釣ります。長くなってもあれや。発電機はもう無理やな。やっぱり目立つ服の人を最後に残しといた方がいいよね。最後のお楽しみ強い。ああ罠ある、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 罠ある。ああおった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 。よし。オッケー。あれ。わからなかった。おっとっとっと、危ねえ。ああよかった。不死破滅と最後のお楽しみなんか。とにかく最後のお楽しみが強いね。よし、ありがとうございます。よいしょ。はいはい。相手の方が、あのバブリーナさん。それはそれはそれは光栄ですね。だから俺始まった時ちょっとおねえみたいな感じになったのかな。電波するおねえやった。ありがとうございます。おー。決死の一撃とかない。すごい男らしかった。男らしかったって言ったら、あれ、どしそうさん。ラブ、としそうさんラブ。もう、にっこり返しちゃう。ありがとうございました。いや、お楽しみつえし、不死破滅つえし、お姉の人は優しい。ありがとうございました。お姉でした。お姉でしたって言われても、
って言う話はないですけど、ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。運命とおっしゃってます。恋に落ちるかも。ありがとうございました。いやーすごいな、そういうこともあるんやな。入籍って言ってる。マッチングってそういうマッチングやったんや。最近買ったパワーストーンの出会い効果が出た。あれでも初詣の時に買ったお守りの俺の効果は発揮されてないってことかな。ほら失礼なこと言うな。